おはようございます。3月19日6時31分の相場解説です。昨日ですね、ちょっとよくわかんないよって言いながら分かってた部分が急に出てきたんでね、エントリー取り始めたんですけども、これをちょっとね、講義の方にまとめてヒゲということでお話しました。おさらいしていきましょう。これはデイリーなんですけども、ヒゲが下に出た後ってだいたい上に行くんですよ、その後ね。ここも同じです。ヒゲが下に出た後、長ければ長いほどなんですけども、ヒゲが出た後って上に向かうんですよ。だからこれを知ってるだけで、まあ4割から6割勝てるようになるってことなんですよね。だから4割は負けるかもしれないけど、6割勝てるってことなんですよ。で、同じようにですね、今度上にヒゲが出た後って、じゃあ次のチャートバーが上に行くかって言ったら行かないんですよ。下に行くんですよ。だから、ハイローを取りやすいでしょ。勝ち負けは取りやすいでしょ。で、今、現れてる一番最後の、陰線陽線なんですけども、これ陽線でですね、上にもヒゲがあるし、下にもヒゲがある状態です。ですからこれは分からないと、難しいよってことなんですよ。だからこの時はエントリーしないんですよ。そういうふうに私話してるんですよね、ずっと。次4時間見てみましょう。4時間も特徴的な部分が現れてます。それはね、下ヒゲの束なんですよ。下ヒゲに束がありますよね。で、上の方にはヒゲがあんまり出てないんですよ。っていうことは、これはですね、ずーっとチャートバーが売りに転じて、売りに向かっていたのが、このヒゲの集まりによって、ヒゲの束によって抑えられて、反対に向かう可能性があるよってことを示唆してるんで、こういう線が引けるんですよね。で、移動平均線も下の方にずっと進んでたじゃないですか。これがヒゲの束によって反対方向に向かうということなんですよ。だからこれが相場感を知るってことなんですよね。で、この斜めに引いた線があるんですけども、赤い線で引いてますけども、今黒でなぞってますけどね。上の方に行って、ここに触れたら上に行くでしょ？ここに触れたら上に行くでしょ？で、ここに触れたらやっぱり上に行くじゃないですか。それを繰り返してるんで、おそらくこのまんま、今度ここに触れたらまた上に行くんで、エントリーポイントが分かりやすいんですよ。こういう話をずっとしています。よろしいですかね。では1時間の方に移っていきます。1時間の方はなだらかな線を、赤い線を引いています。ですので右肩上がりに向かっているよってことなんですよ。ただし上下ジグザグにはなってますけどね。で、窓埋めって話しましたけども、まだ埋まってますかね。どうですかね。埋まりましたよね。長い時間をかけて緩やかに。ですんで、一旦はストに下がったりとか、他のファンダな要素があったりするんですけども、結局はトレンドの方向に向かっていくときに、この辺でですね、この辺で窓埋めるんじゃないかなと思って、買いを入れてた人も、長い時間をかけていけばですね、結局は、これだけ取れてるんですよ。これだけね。わかりましたかね。だから窓埋めっていうのは、迷信だっていうふうに私は思ってましたけども、結局はね、迷信じゃなくって、もうね、窓埋めあるんだっていうふうに私は考えながらこれからやっていくことにします。ここに行くまでに3年かかりました。窓埋めってものは迷信だと思いながら3年検証して、ほとんど窓が埋まるなって思って、3年後に、これはね、私の理論として確定したんですよ。窓開けがあったら窓は埋まるということです。一瞬間以内に埋まると。早ければその日のうちに埋まると。いうふうに考えております。で、今回ですね、いろんな金融政策とか協調介入があって、うまくいきませんでしたけども、結局は、あれでしょ？今日木曜日でしょ？だからね、3日で埋まったんですよ。月曜日に、金融政策があって、もっと言ったら金曜日にね、金融政策がありましたね。その後、1週間も経たずに、結局まだ埋まるんですよ。ということなんで、今週も、しっかりと利益が取れたんではないかなと思います。もしくは、なるほど、そういうことか。次に同じようなシチュエーションが来たら利益取れるぞっていうふうに一歩進んだと思うんですよ。まあ、おめでとうございますって話です。じゃあ、これからですね、どういう話になるかっていうと、一つ疑わなくちゃいけないのが、ダブルトップです。出てきましたね、ダブルトップ。こことここが結んでダブルトップになって、今度は大きく下に下がる可能性があるんで、そうしたらですね、今度は私は警戒するのは、ここから、跳ね返って上に上がるみたいな今までのパターンでなくて、こっからですね、大きく下に下がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。ね。で、この下に下がるんじゃないかなっていう流れに、他の根拠はないかなっていうふうに探すときに、例えばね、ダブルトップ以外に何かないかなと思うわけなんですよ。で、もう一回時間軸を戻ります。4時間の方戻っていきましょうか。ダブルトップ以外に何かないかな。ここダブルトップになってますよね。やっぱり。こういうふうにね。大きく下がる可能性ありますよ。陰線出してますしね。
で、デイリーの方戻りましょうか。デイリーの方戻ると、お話したように、これ、チャートが迷ってるところです。上下にチャートバー出てるでしょ。こっちの方に書きますけども、こんな感じで赤い線があって、上の方に、下の方にも、ヒゲが出てるんですよ。上と下どっちかのヒゲだったら簡単なんですけども、両方にヒゲが出てるってことは、迷ってるんですよね。じゃあなんで迷うんでしょうか。だってずっとこういう風に上に行ったじゃないですか。上に行って迷うってことは、これ迷った挙句下に下がる可能性が高いっていう風に私は解釈するんですよ。でも迷った挙句上に行くこともありますよ。でも今回は、回の時間軸、4時間とか1時間で、ダブルトップが出てるんで、この迷いってのは、下に向かうための迷いになるんではないかなっていう風に結論付けることができます。まあそういった前提で今日一日を見ていこうかなと思ってますけども、皆さんどういう風にお考えでしょうか。それでは失礼します。